吉村知事が、コメンテーターの方を万博にできんと発言した動画が出ているわー。この動画は SNS で拡散。批判的な声が殺到しているようだ。会場からは笑いと拍手が起きているけど、ちょっとこれは笑えないわ。大阪万博に一役買った維新の会は、今や支持率 6%。様々なトラブルが起きているようだ。今回は、大阪万博の開催地の知事による、言論統制とも取れる発言と、大阪万博の旗振り役である、日本維新の会の相次ぐ不祥事について、ゆっくり解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。2025年日本国際博覧会、以下大阪万博が抱える問題は数知れず、その中で今回は、万博会場の建築物に関する問題について、おさらいも兼ねて最初に触れておくぜ。お願いするわ。開催まであと1年を切った大阪万博だが、パビリオンの建設の遅れが深刻化している。参加国が渡された敷地の中で、自由に設計や建設をするタイプ A は、2024年4月時点で約3割ものパビリオンが、未だに建設事業者すら決まっていない状況なんだ。あと1年もないのに？そんなの絶対開催までに間に合わないじゃない。タイプ A の建設の遅れがあらわになったのは、2023年7月、人手不足や、建築資材の高騰の影響で、設計が自由であるがゆえに難易度が高い、タイプ A の建設参入を避ける建設事業者が多く、参加国と建設事業者との交渉が、なかなか進んでいないんだ。ふむふむ、後に8カ国の国が、タイプ A より簡単な工法のものに変更したり、大阪万博への参加自体を取りやめたことで、2023年8月時点では、56のタイプ A のパビリオンを出展する予定が、2024年4月には、48にまで減ってしまったんだ。デザイン性が高いタイプ A は、別名万博の花とも呼ばれているが、その数が減ってしまうということは、その分大阪万博の魅力が薄れてしまう恐れもあるぜ。開催に間に合わせることを考えたら、広報変更は賢明な選択だけど、その代償に華やかさが薄らいでしまうのは、ちょっと残念ね。残る48のパビリオンも、2024年4月12日時点で、着工したのは14のみ。すべてのパビリオンが完成した状態で、揃って開催を迎えられるのか、怪しいところだぜ。不安で仕方ないわ。また、大阪万博のシンボルとして建設中の、大屋根リングについても問題がある。大屋根リングの上は遊歩道になっており、来場者が自由に歩けるようになっているが、付けられている手すりが、仮設なのではと疑うレベルで貧弱なんだ。大屋根リングの高さは、12メートルから20メートルあるから、万が一転落してしまったら、当然タダでは済まないぜ。そんな高所なのに仮設レベルなの？体重かけたら壊れました、なんてことにならないといいけど、子供がよじ登ったり、多くの人が寄りかかりでもしたら、最悪の事態が起こってしまう可能性も、十分に考えられる。SNS でも、手すりの安全性を疑う声が、多く上がっていたぜ。楽しい思い出が、最悪の思い出にならないことを願うわ。実は、この大屋根リングをめぐって、ある人物の発言が物議を醸しているんだ。え？一体どういうこと？大阪万博の開催地、大阪府の知事である、吉村博文氏が、テレビ朝日系の情報番組、羽鳥慎一モーニングショーと、番組内でコメンテーターをしている、玉川徹氏を名指ししてできんだと発言した。その動画が SNS で拡散され、大問題に発展しているぜ。できん？なんでそんなこと言い出しちゃったの？衝撃の発言が飛び出したのは、2024年3月23日に大阪府茨城市で開かれた、維新タウンミーティングイン茨城での、大阪市長、横山秀幸氏との対談だ。吉村知事は大屋根リングについて触れ、絶対、これは何らかの形で残してほしい、というくらいのものができている、と、褒めちぎっていたぜ。ふむふむ。その上で、モーニングショーと玉川氏の名前を出し、今批判するのはいいけど、万博会場に入れさせんとこうと思って、入れさせてくれ、見たいと言っても、モーニングショーは禁止、玉川徹禁止、と言うだろうかなと思う、と発言したんだ。うわぁ。開催地のトップとしてどうなのよそれ？玉川氏はモーニングショー内で、大屋根リングに批判的なコメントをしていて、吉村知事はそれをネタに、このような発言をしたわけだな。この出禁発言に横山市長は爆笑、会場は笑いと拍手に包まれていたんだ。うちわで個人の悪口言って笑ってる感じ、めちゃくちゃ気分悪いわ。後に、
この様子が撮影された動画が SNS で拡散され、何様のつもりだ、とんでもない言論弾圧、そこまで言うなら赤字の責任きっちり取れよといった声が殺到し、吉村知事は集中砲火を受けることになったぜ。こんなの批判されて当然よ。2024年4月1日、吉村知事はこの発言を事実だと認めた上で、出禁にする権限が本当にあったら、絶対に言ってはならないし言うこともなかったが、現実にはその権限が、全くないことが明らかであり、その前提で、公平な報道をしてほしいという、政治的な主張だと弁明したんだ。権限がないからって、好き勝手言っていいわけじゃないでしょ。日本維新の会、以下維新の代表、馬場伸幸氏も、いつは大阪ジョーク、わからんかな、と X に投稿し、吉村知事をフォローしていたぜ。冗談に何を本気になってんの？みたいなオーラが出てて超腹立つ。しかしその後、維新の身内でも、出禁発言に苦言を呈する声が出てきたんだ。維新の源流である大阪維新の会、以下大阪維新を作った橋本徹氏は、同月3日、吉村知事の発言についてまずいと指摘。さらに同月6日には、前大阪市長の松井一郎氏も、もっと広い心を持つよう言って聞かせていたぜ。そうだそうだ、もっと注意してちょうだい。さすがに吉村知事もまずいと思ったのか、同月10日には記者会見を開き、政治集会とはいえ、不適切な発言で間違っていた。玉川さんに謝罪します。と、出禁発言を撤回し、謝罪の気持ちを表したんだ。素直に謝れて偉いじゃない。ただ、吉村知事は発言の意図について、言論統制をするつもりは当然ないが、ある程度公平な報道をしてもらいたい、という思いは変わっていないと強調。批判的な意見を押さえつけることで、自身の発言が言論統制となり得ることを理解しているのか、甚だ疑問だぜ。素直と見せかけて素直じゃなかった、本気で悪いと思ってるのかしらね。この出禁発言の他にも、大阪万博に関する様々な事柄で、維新への逆風は強まっているんだ。え？他にもあるの？詳しく教えて。まず、維新にとって何よりも痛いのが、維新が活動拠点とする大阪で負担する、万博費用の増加を抑えられていないことだな。上振れに上振れを重ね、大阪府、市負担の万博費用の総額は、2024年2月時点で、約1325億円となっているぜ。きゃあ、大阪府、市民の方たちはさぞご立腹でしょうね。維新と野党第一党の座を争っている、立憲民主党や、維新と衆院選での協力関係をリセットした、公明党から、税金の無駄遣いだなどと、猛批判を浴びている。維新が高々と掲げている身を切る改革は、もはや霞みつつあるぜ。対立側からしたら、これほど叩きやすい的はないわ。さらには、万博推進派の維新党内で、大阪万博に苦言を呈する議員が現れるという、異例の事態も起こっているぜ。身内からも咎められるなんて、一体何があったのかしら？その議員は、維新所属で東大阪市長の野田義和氏、2024年2月27日に開かれた、東大阪市の2024年度予算案の記者会見でのことだ。ふむふむ、大阪府は、子供たちを大阪万博に、無料で招待することにしている。野田市長もこれには賛成なようで、小中学校から万博会場までの、交通費の一部を負担して、子供たちには、大阪万博を学びの場として、活用してもらいたいと考えているようだぜ。無料で招待する分、万博費用負担にしわ寄せが来るんだろうけど、子供たちの良い学びの機会になるなら、全然ありだと思うわ。ただ、大阪府の考えでは、子供たちに何回も大阪万博に来てもらうことを想定していて、大阪府が無料で招待するのは、最初の1回のみ、2回目以降は各市町村の判断に委ねる、としているんだ。ほう？野田市長は、2025年4月13日から同年10月13日までの、半年間という開催期間中に、学校行事として2回行くのは厳しいとして、府がいきなり、市町村でやれというのは話が違う、と指摘していたぜ。1年に1回を3年間とかなら、学校行事として十分あり得るスケジュールだけど、半年間に何回も行くのは、無理があるんじゃないかしら。2回目以降の招待費用も、各市町村が全額負担しなければならないから、地方財政のあり方としていかがなものかと、難色を示していたんだ。子供たちのためとはいえ、短期に集中して、大阪万博にばかり費用を投じるのは、市民の方から不満が出るでしょうね。また、野田市長は大阪万博の運営主体である、日本国際博覧会協会に対して、
万博がこれほど、ネガティブな状態になっている原因。とまで言ってのけた。かなり辛辣だわ。東大阪市が2022年から毎年開催している、花園エキスポというイベントでは、協会から、大阪万博の機運醸成を依頼され、野田市長は要望に応えられるよう、目いっぱい努めたという自信があったようだが、協会からは、よくやってくれているといった声かけは一度もなく、頑張りを認めてもらえていないと、一体感の欠如を感じているようだ。ねぎらいの言葉はしっかり伝えてあげないと。東大阪市は2019年に、ラグビーワールドカップ日本大会の開催地となったんだが、当時の組織委員会は、会長からスタッフ一人一人まで、皆が各開催地の取り組みの把握や、声掛けなどがしっかりされていて、一体感があったと、野田市長は語っているぜ。素晴らしいわね。爪の赤を煎じて協会の方々に飲ませたいわ。大阪万博に関連して、内外からの逆風が強まる維新は、所属議員による問題や、不祥事も相次いでいるんだ。ええ、そうなの？もはや自ら首を絞めに行ってるわね。維新所属で奈良県知事の山下誠氏は、奈良県五条市のゴルフ場跡地に、25ヘクタールもの巨大なメガソーラーを整備するとして、地元住民から反対されているぜ。地元住民と衝突しちゃうなんて、最悪すぎるわ。このゴルフ場跡地は、もともと地元住民が所有していたもので、県からの説得と、20回以上もの説明会を経て、防災拠点にするということで、2022年に土地の売却に踏み切ったそうなんだ。そうだったんだ。そして、前知事の荒井翔吾氏が、大規模広域防災拠点として、2000メートル級の滑走路や、備蓄庫を建設する計画で進めていたが、この計画の再検討を公約に掲げた山下知事が、2023年に新たに知事に就任し、2024年1月に、これまでの計画の転換を発表したぜ。それで、滑走路や備蓄庫をなしにして、メガソーラーを設置しようってわけ？山下知事はメガソーラーについて、災害時の電力確保が目的としているが、地元住民たちが懸念しているのは、メガソーラーの災害時のリスク。2024年2月にようやく住民説明会が開かれたが、これまでの経緯を無視した山下知事の方針転換に、バカにするな、と怒号が飛ぶなど、集まった約150人の地元住民たちは、怒りが爆発していたぜ。話が全然違うもの、これは許せないわ。一方、山下知事は、知事が変われば、県の方針も変わるのは当たり前です。今回の計画を進めるのに、地元の同意や許認可を必要とする法令はございません。と、一歩も譲らぬ姿勢だったぜ。地元住民あってこその知事じゃないの？自分が良ければ全て良いのかしら。結局、メガソーラーの整備検討費を盛り込んだ新年度予算案は反対多数で否決され、自民党系会派による、整備検討費を防災体制の基本構想策定に充てる修正案が可決。ただ、山下知事はメガソーラー計画について、これ以上に優れた案は、現時点ではないと語っているから、まだまだ諦めていないみたいだな。また地元住民の意見を無視して、ゴリ押しするようなことになりませんように。さらに、2023年5月17日には、ハラスメント問題も発覚していたぜ。大阪維新に所属し、大阪府議団の代表を務めていた笹川治氏は、2015年、同地区を活動拠点とする後輩の女性議員に対し、威圧的なメッセージを LINE で送り続けたり、深夜に女性議員の自宅を訪れるなど、パワハラやストーカーの疑惑が持たれていたんだ。うわぁ、その後、笹川氏が同じ女性議員に対して、遠回しに性的関係を求めるメッセージを送っていたことも発覚。笹川氏は5月22日付で府議団代表を辞任したが、離党や議員辞職はしなかったぜ。こんな恥ずかしいことがバレたのに、よく続けようと思えるわね。笹川氏に対して、大阪維新代表の吉村知事は、口頭での厳重注意に処分をとどめていた。しかし批判は収まることがなかったため、吉村知事は、笹川氏の除名と議員辞職の必要性を感じたようで、党の初動対応が不適切だったと釈明。6月3日付で、笹川氏の除名処分が決まったんだ。当然だわ。他にも、女性議員を名指しした、セクハラとも取れる発言や、市議会本会議の欠席、政治資金収支報告書の未提出など、維新に所属する議員の不祥事は、数え上げるとキリがないぜ。みんな、議員としての自覚がないの？こんな政党に任せられないって、思われちゃうわよ。維新はこれらの不祥事を受け、様々な研修を行っている。笹川氏のハラスメント問題が発覚後、
議員としての意識や行動、言動を心がけてもらおうと、大阪維新は2023年6月7日、大阪市の党本部で、ハラスメント研修を初めて行ったんだ。研修では講師の弁護士が、どんな言動がハラスメントになるのか、約1時間かけて解説したそうだぜ。ハラスメントのボーダーラインって、曖昧だものね。除名処分になった例も直近であったことだし、みんな真剣に聞いたんじゃないかしら。また、2023年5月に開かれた新人研修では、馬場代表が、先生と持ち上げられて、調子に乗らないように、と、社会人としてのルールやマナーを、しっかり守るよう呼びかけていたぜ。社会人の基本ね。維新は、統一選で地方議員600人以上を掲げ、公募で候補者を集めた結果、365人が初当選し、所属地方議員と市長は750人以上と急拡大したが、社会経験が浅い若手議員や、政治経験がない新人議員も多い。維新はまだ結成してそう長くない政党で、未だに地方組織すらない県もあり、他の党のように、先輩が新人を教育する仕組みが整っていないんだ。議員を増やした後のことまで、ちゃんと考えてなかったのかしら。馬場代表は、こういった議員たちが、不祥事を起こす傾向にあるとし、研修や教育をして、体制を整えるとしているぜ。ちょっと偏見のような気もするけど、まあでも、新人教育はしっかりしておくに越したことはないものね。新人議員や若手議員のお手本となるよう、大阪維新の代表で、維新の共同代表でもある吉村知事には、今回の大阪万博で禁発言を踏まえて、発言などしっかり気をつけてもらいたいぜ。吉村知事の口から、で禁発言が出た時には衝撃だったわ。吉村知事だけでなく、維新に所属する議員の不祥事も目立つ。維新には議員の教育を徹底して、議員のクオリティを高めてもらいたいぜ。みんなは大阪万博で禁発言や、維新の不祥事についてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。